スリープフリークス講師の大鶴です。今回はネイティブインストゥルメンツ社のセッションホーンズプロ、こちらをご紹介していきたいと思います。以前ですね、このセッションホーンズの通常版については解説してきたところなんですけれども、今回このプロがコンプリート10のアルティメートに収録されたということで、記念にこの企画をやってみました。さて、このセッションホーンズのプロなんですけれども、基本的な作りは通常版と似ていますが、かなり機能や音色強化されていますので、その辺の違いを中心にですね、今回は解説をしていきたいと思います。まずですね、この選べる本の選択肢、これがもう10種類に増えてます。その10種類の中から6つを最大同時に鳴らすことができると。で、どうやって選んでいくかなんですけれども、この本の絵、ここをクリックします。そうするとこんな風に選択肢が出てきますね。大まかにこれ4つに分かれてるんですけれども、その中で選べる選択肢っていうのがここに出てきます。で、じゃあ4つなんじゃないのって話になるんですけども、この絵のようにこのコンビネーションですね、2つ組み合わせで選んでいくことができると。で、このコンビなのかシングルなのかっていうのをここのメニューで選んでいくと。で、コンビを選ぶとこの1つのセーブで2つ鳴らすことができると。このコンビをこの中で最大2つ作ることができるということですね。ここの中で例えばコンビとかを作っていくと、これで今合計で6つになっています。なので、もう他ではコンビは選べなくなると、まあ、こういった考え方ですね。で、この組み合わせにつきましては、このセクションプリセット、ここにですね、非常に豊富に用意されてますから、この中からまずは選んでいくというのもいいかと思います。今回ですね、じゃあフルホーンズせっかくなんで6つ全部活用したようなプリセットを選んでみましょうか。はい、こんな感じですね。トランペット2本にサックスが各種で3本、それからトロンボーン1本という構成ですね。はい、音は、はい、非常にクリアかつ分厚い音ですね。それから和音を確認するときは、このボイシングアシスタント、これ通常版の時に解説をしてますけれども、おすすめのスマートボイススプリット使ってみましょう。はい、このセクションの本数分できっちりボイシングをしてくれるという機能でしたよね。で、ここからですね、このプロの目玉の機能の一つなんですけれども、下のこのサウンドというタブ入っていただきますと、このようにそれぞれの方に個別に音量フェーダー、それからパン、ソロミュート、さらにこのドロップ、1オクターブ下げるというものですね。このドロップも個別に設定できると。じゃあ試しにやってみましょうか。このアルトサックスとトロンボーン、これドロップさせて、もう一回和音を弾いてみる。はい、非常に豊かなオープンボイシングになりましたよね。で、この画面の下のセクションではですね、今選んでいる方のコンプと EQ、 個別2個設定できると、選んでいるものですねが下に反映されています。それからセンド FX もありますし、グローバルマスター FX というのもありまして、これはこのセクション全体にかける一番出口の FX ですね。コンプ EQ テープなんてありますけれども、このトゥワングというのはですね、これはアンプを通したような音になります。この青いスイッチ、これ入れて音出してみましょうか。ローファイかつちょっと味のある雰囲気になりますよね。はい、で、このプロの最大の目玉の機能追加になると思うんですけれども、メインのタブに戻って、ここに出てましたね、このキースイッチ、キースイッチの機能がついにつきました。はい、この鍵盤でいうと低いところ、C-1 から G シャープの -1 まで全部で9つの奏法を各鍵盤にアサインすることができるというものですね。はい、ちょっと長くなってきたので次回に続くという形にしようかと思うんですけれども、今回の最後に追加された奏法をいくつかご紹介しておきたいと思います。奏法を選ぶときは、このキースイッチの名前書いてあるところですね、ここクリックすると選択肢が出てきます。で、割と前回あったものと同じものも並んでるんですけれども、このグロールとかは前回なかったですね。グロールっていうのはどういう音かっていうと、ちょっとこう濁ったような音ですよね。サックス単品で聞いたりなんかすると分かりやすいと思うんですけども、はい、こんな音ですよね。聞いたことあるかなと思います。それからもう一つサックス系ですね、トリル、トリルも入ってます。で、これはですね、本当にセクション全部鳴らしててもサックスしか鳴りません。サックスだけがトリルしてるというものですね。今のセミなので半音で、全音のホール、こんな感じですね。ちなみにこんなに9つも奏法使わないよっていう場合は、エンプティ選んでおくとメモリの節約になるということも覚えておいてください。はい、それでは次回に続くということで、
今回はこの辺までとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。